おはようございます。熊沢です。ベキスターのベース車が落札されたので、お客さんが引き取りに来てくれました。おはようございます。おはようございます。バイクはよくいじってるんですか？バイクはまあまあ、土日の趣味でいじっております。ベクスターはよくやるんですか？ベクスターはもう何台もやってます。何台も125と150両方何台も今までも出ましたので、これ人気ないけど人気ないですね。いいバイクですよね。いいバイクです。いまだに中国では、まあ、AN125 とか HSC とかそういった車体で、AN125 ってちょっと前まであってナンバー取って乗ってたんですよ。そうですよね、まあ、普通にいいバイクでしたね。いいバイクです。AN125 と他に何ていうのがあるんですか？ HST だったかな、なんかちょっと品番間違えてたらすみません。 HST っていう125とかで出てたと思うんです。現行なんですか？現行です。2020年とかの中国のモーターショーとかに出てたりして。で部品がまだ新品で出ますんで、で流用できるのがベクスター。なるほど、それはいいことを聞いたぞ。まあ多少ちょっとカプラー形違ったりしますけど、そこら辺は調整、普通に素人に僕みたいな素人にできるんで。このベクスターって何年式ぐらいなんですか？ベクスター自体に、1998とか9とか90年代終わりぐらい、2007年ぐらいだったと思いますけど。またアドレスに、結構作ってたんですね。そうですか。割に売れなかったバイクですけど、とても素性はいいバイクで、うちよく入ってくるので、またよろしくお願いします。はい、また買いに行きます。今なんか乗ってる原付はあるんですか？今あのシム、タラのシムの X プロ100って、またこれマイナーバイク。ああ知ってますよ。あれをまあちょっといじったりして、そしたらうち YouTube で毎月第2日曜日に原付ツーリングっていうのをやってるので。本当ですか？ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はガレージにアキシャル嬢が手伝いに来てくれてます。じゃあアコちゃんどうぞ。スズキのベクスターレストアレストアベース車レストアベース車です。125は2台、どっちも初爆は OK でした。150はおまけです。ガレージに戻ってきました。おやつを食べたらバイクの配達に行ってきます。ベクスターの配達に来ました。こんばんは。こんばんは。落札ありがとうございます。これを探してました。これを探してたんですか？ベクスターを探してました。もう一台出してましたけどね、はい、黒い方大きかったんですけどね。スーパートラップがついてて、はい、あと150も出してて、はい、これはですね、あのブースターつないだらエンジンがかかって、はい、ただフロントブレーキがなんかスカスカになってるから、はい、フロントブレーキぐらいで、はい、あとキャブ掃除ぐらいで乗れると思います。シートも破れてないし、外装ちょっと傷が多かったりするんですけど、はい、この辺はちょっとレストアして、レストアも楽しみたいなと思います。簡単に直っちゃうと思うけど。あ、そうですか。じゃあ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。遠くまで本当にありがとうございました。今度よかったらうちのガレージにも遊びに来てください。ありがとうございます。どうもすいません。ありがとうございました。失礼します。